はい、どうも、それじゃあ、おち TV です。今回もウィニングレバープ2019やっていきましょう。ということで、今回は、今週の FP トップレアを当てようという、なるほど。コーナーでございます。はい、まぁ、ちょっとね、先週 FP が来なくて、コナミさん祝日だということでね、はい、FP が来なかったんですけど、はい、実はね、このツイートの方で、はい、まぁ、今週、要は28日には、うん、まぁ、一応 FP は、配信開始予定。まあ予定なんで分かんないんですけど、でも一応こういうツイートがあったんで、多分今週の木曜日には来るんだろうな、はい、FP がということがあるんですが、今回ですね、結構問題なのが、実はまあ日本代表、コロンビアとやりましたけど、はい、まあ、先週がその代表ウィークでですね、リーグ戦がほとんど行われてないという中で、うん、要は何の FP が来るんだろうなっていう予想が、うん、要はリーグ戦の活躍で、プレイヤーズオブザウィークの方は決まるんで、うん、予想が分かんないっていう、そうだね、その誰が来るのかが分からない。っていうか、やってないんで、プレイヤーズオブザウィークは来ないのかなみたいな予想もできちゃうんですけど、はい、今回はですね、この企画、うん、トップレア FP ということで、はい、いつもプレイヤーズオブザウィークの一番左端に来る総合値の高い選手の FP は誰なのかという予想をして、当たった人の中から抽選で、ね、はい、1名様に、まあ、プリペイドカードプレゼントしますよ、うん、みたいな企画やり始めたんですけど、はい、今回はプレイヤーズオブザウィークとかそういうの関係なしに、はい、要はトップレアの FP、 そう、トップレアの FP を誰なのか当てようということで、はい、多分クラブセレクションが来る可能性ってのは結構高いと思うんですよ。そうだね、なんで、まあ、そのクラブセレクションの中で一番左上の選手当ててもいいですし、うん、はい、まあ、もしかしたら分かんないですけど、プレイヤーズオブザウィークが来るのかどうなのかも分かんないですけど、まあ、とりあえずね、何の FP が来るのかっていうのは分かんないんで、予想して、そうだね、みんなでワイワイしていければなということで、はい、今回ですね、一応アプリにまだ登場してないクラブセレクションっていうのが来る可能性が高いんじゃないかなと、おもちゃ TV の方は踏んでるんで、はい、そちらの方のね、一番左上の、うん、選手をちょっと今回順番に紹介していこうかなというふうな感じで思うんですけど、まずはこのアヤックス。ね、ジアシュね。ジアシュも、一応アヤックスは来てないんで、まだクラブパートナーのやつでね。クラブセレクションのやつで来てないんで、うん、まあ、CS、クラブセレクションのガチャみたいな感じで、このアヤックスのやつが登場したら、ジアシュが左上にいる可能性っていうのは、ありますね。結構ありますね。で、まあ、もし今回なんですけど、まあ、そのクラブセレクションの中で、例えばアヤックス、とか、他のところも来ちゃって、左上。はい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 、まあ、左上の候補が3体ぐらいいた場合は、うん、まあ、そのどれも正解。まあそうですね。っていう感じで抽選していくっていう形になります。うん、今回はちょっとね、うん、かなりね、予想がね、まあ幅があるというか。幅広いですよ。もうなんか何が何だか分かんないんですけど、でもとりあえず今週来るとは言ってるんでね、はい、まあ一応こういう企画、先々週から始めたんで、そうだね、まあ続けていこうかなということでね、はい、気軽な運試しだと思って、ですね、まあ楽しく予想してもらえればということなんですけどね、はい、ジアシュ、一応30レベルで。総合値は91なんで、うん、まあ、高いですよね。雷の選手だよね。そう、高いですから。その他にもアヤックスとか紹介しやすいデリフトとか。デリフトもいますし、デヨングとか。かなりアヤックスはいい選手いますけど、まあ、まだアプリに登場しないね、クラブセレクションが結構あるんですけど、その中から選抜して7人の、うん、まあ、クラブセレクションの一番トップレア。そう、まだいっぱいあるんですけどね。ただ、その中でも結構良さげの。そう。はい。こちら、ポルト。カシージャスね。まあ、ポルトで一番、まあ、一番トップレア、みたいな感じなんですけど、うん、ただね、まあ、ポルトの場合ね、ミリトンっていう結構強いセンターバックの選手いるんですけど、うん、その選手育てるとっていう感じだったんで。なるほど。あくまでも30レベルだとやっぱカシージャスが。そう、あくまで左上のね、そう、あそこを当てるっていう、一番総合値高い選手を当てるっていうやつなんで、まあ、クラブセレクション、ポルトだとカシージャス。カシージャスというね。まあこれも PSO で来たことあるやつなんで、はい、まああくまで予想、そう、アプリではどうなるかは分からないんですけど、分かんないですね、まあ、変わってるかもしれないんで、メンバーがもちろん、まあ、結構変わってること多かったでしょ、ね、うん、今回の予想はね、その当てにしないで、そう、皆さん自分でね、もしかしたらこの選手来るんじゃないのみたいなのをね、うん、ぜひ書いといてもらえればな、ね、というふうに思いますね。まあ結構でもカシージャスもなんだろうな、キーパーとしての能力値は高いですけど、うん、ただまあこれぐらいだとね、やっぱり結構上のキーパーいるんで、まあ、ただおもちゃ TV は来たら当てそうだなって感じは。なるほど。キーパーのね、そうですね、あの FP めちゃめちゃ来るんで。ポルトとかってさ、はい、ベルフィカと一緒に来たんだっけ？ね、そう、で、ベルフィカが2回来てんだよね。あ、なるほど、PSO で。そう、2回来てて、サルビオは1回目の一番左上の選手。うん、あ、なるほど。総合値が1回目1番って、2回目はですね、ジョナス。うん、っていう選手変わってるんですよ、うん、だからやっぱコロコロ変わってるんでこの辺も。なるほど。ただアプリではまだ1回もあのベンフィカのクラブセレクション来てないんで、うん、まあ、来てもいいんじゃないかなっていう感じがありますね。まあ、今週特に本当にリーグ戦がなかったわけだから、ね、代表ウィークなんで読めないんですけど全然ね。ただでもそうなった場合にクラブセレクションの確率っていうのは相当高いと思うんで、まあ、ここら辺のまだそのアプリで来てない、そうそうそう、あのクラブセレクションっていうのが来るんじゃないかなっていう感じするんですけどね。ポルトとスポルティングリソン
で確かポルトガルで一気に来たような気もするんで、なるほど、なんかオランダ、フェイエ、PSV、アヤックスで来たじゃん、うん、そういう可能性もあるよね、なんかその要は所属の、まあ、3つね、そう、うん、あのリーグで来るみたいな感じもあるのかなということでね、サルビオですね。はい、続いて、まあ、ボカジュニアですね、うんまあ、パボンということで、パボンめちゃくちゃ強いですね、うん、超大当たりで、でボカジュニっていうと FP でバリオスがいたんですが、うん、あの選手はもういないみたいな、あいなくなっちゃったと、あのゼニスサンクトペテルブルクにいるみたいな、うん、かちょっと遺跡とかもいろいろあるんですよ、だから、うん、あの言えばあのシャルケ調べてたんですけど、うん、シャルケのトッププレイヤーはナウドだったんだけど、うん、ナウド今モナコにいるんで、あらら、だから要はトッププレイヤーも移籍したりとかしてるんで、ちょっと変わったりもするんですけど、うんまあ、パボンはまだいるということでね、ボカジュニアに、まあ、これ来たら熱いんじゃないかなっていう、普通にまあ南米系のね、うん、あのまだ来てないクラブセレクションありますから結構多いのよ、そうだアプリではまだ全然なんで、ね、全然全然ここら辺が一気にそのクラブセレクション祭りみたいな感じで来る可能性はある、うん、ある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 っていう感じで ね、まあ、めちゃくちゃいい選手なんで、うんまあ、単純にねパボンめちゃくちゃ欲しいというそうですね、まあ、あの金でも超優秀なんですけど、うん、FP やばいんで、うん、あの能力値が特にスピードからのボディコンにかけての能力値エグいんで多分これはめちゃくちゃ欲しい選手人多いんじゃないかな、まあ、あくまでなんで30レベかっていうとその30レベが総合値 の基準としてあるんで89ですね総合値でいうだからそれで多分その30レベのやつ見てあの、ね、総合値高いやつを左から順番に並べてるんですよ FP ってそれで30レベルのやつをね、うん、今回見せてるんですけど、まあ、89、88、91とかが多いよね、やっぱ左上はね、うん、こうやって見るとでモナコで言うとやっぱファルカオで、このファルカオもやっぱこの前、ね、は決めてそう、この前ね、決められましたね、89と、はい、いうことでやっぱ89から、88から91の間がやっぱり左上に来るのかな、みたいな、うん、モナコもまだ来てないもんね来てない、でモナコもめちゃくちゃ優秀なんです、ちょっとクラブはね、あんまりあのうん、成績良くないけどリーグワンでただやっぱり中に入ってる選手めちゃくちゃ豪華なんで、うんまあ、これ来ても相当熱いんじゃないかなという感じで、まあ、ファルカオがね一番左上とか、うんまあ、モナコではゴロビンとか、うん、ジェメルソンとかかなり優秀な選手多いんで、まあ、そこら辺もちょっと期待したいかな、まあ、前紹介したよね、うん、あの PSO でまだ来てないとあのアプリみたいな感じでモナコ編で紹介したんですけど、まあ、一応もう一回紹介しておくとモナコでファルカオといった感じですね、はいかなりね強いんで、うん、この選手も多分アプリだと結構化けるんじゃないかなっていうのはそうだ PSO だとそんな見たことないねちょっと厳しいですね、うん、PSO では見たことないなファルカオは、うん、瞬発がまあ77、78という感じなんであんまり見ないんですけど、うん、はいそして6番目でロサーノね超強い PSV なんですけどまあ総合値やっぱり89、うん、まあ89とかも多いんですけどこの PSV も3つぐらいで来たんだよねあのプレステ4 PSV、フェイ、アヤックス3つ来ましたいっぺんになんか3つぐらいねクラブセレクションがね来た時まとめてくるんだよ、ね、結構あるんですけど、はいまあ、そういうのも今週起こるかもしれないね。いや、起こる可能性クラブセレクション3つみたいな。うん、全然あると思う。うん、だからまあ、プレイヤーオブザウィークはリーグ戦なかったかなしで、そう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 、このクラブセレクションが3つ来ますみたいなこともあるかもしれない。ロサーノもでもたびたび登場してるんですよ。うん。あの、FP でも来たかな、1回。なるほど。で、なんか3回ぐらい登場してて、まあやっぱりなんかスキルがなんかついてたりとか、どっかの部分がどっかの能力値下がってみたいな、うん、あるんですけど、まあ大体あの、やっぱりロサーノは FP で来るとめちゃくちゃ強いと。そうだね。もう超使ってますし。大抵あのネイマールが C ぐらいだったらロサーノ入れるっていう感じなんで、感じしますね。まあ欲しい人も多いのかなっていうのはありますけど、うん、まあパボンと結構似てるんですけど、ただやっぱりロサーノの方が多分決定力の部分は、90確か乗ると思うんで、うん、まあ普通にウィングとして、まあただスキルはね、やっぱパボンの方が良かったりとか、ここら辺もね、まあ、楽しみがあるんですけど、うんまあ、アプリで来るとね、どういう動きするのかっていうのも、まあ、あの PS4 だと、レギュラーとして結構使うことが多いといった感じなので、ねうん、結構見ます。ぜひぜひね、ゲットしたいかなと、はい。さあ、そして最後ですね、これが珍しいんですけど、あのリーグワンクラブセレクションっていうので、はい、来てて、要はリーグワンのクラブセレクションなんですけど、そこでのトップレイヤーがパイエと。なるほど。だからリーグワンって、その今までだとさ、クラブ単位だったんだけど、リーグ単位のクラブセレクションみたいな感じになりましたね。来てるんで、で、一回 PSO でそのガチャもやって引いてるんで、うんまあ、ぜひぜひ下の説明欄に URL 載せておくんで、そこであの全体の詳しい選手の中に入ってる選手とかも見れるんですけど、うん、ムバッペが入ってたりするんですよ。そのクラブセレクションで、うん、ムバッペ3かな ?3 人来てて、3番目のムバッペが、そのリーグワンのクラブセレクションに入ってたりとかするんで、うん、ただパリ・サンジェルマンのクラブセレクションだから来なかったんだよね。うん、だからなんかリーグワンクラブセレクションみたいな感じでまとめられたんで、これもでもなんか来る可能性もあるのかなみたいなので、うんまあ、7番目として。もしかしたら他のなんかそのリーグのクラブセレクションみたいなのもありえそう。ある可能性はあるよね。全然わからないんですけど、うん、ただ総合値パイはやっぱ高くて91なんで、まあ、ここもね、面白いかなといった。
感じで今回まあ抜粋してというか7人の、そうですね、過去のクラブセレクションでまだアプリには登場してない中で7名ほど、まだいっぱいあるんだけどね、トップレアのね、あの FP を紹介してきたんですけど、まあこの選手たちっていうのはまあおもし TV はねあくまで参考程度にした感じで、この選手たちが来るとはねとてもじゃないけど、全然わかんないわかんないわかんない、あの本当に今週はカオスなんで、全然わかんないです、あくまでこういうの来てたよみたいな感じで聞いてもらって、あとはもう自分でね、もうなんかインスピレーションで今回いいと思います。そうですね、でもしかしたら大穴で FP 来ないみたいなそのツイートでね、一応配信予定とは書いてあったんですけど、まああくまで予定なんでちょっとどうなるかわかんないんですけど、来ない可能性もありますからね、ただまあね木曜日まで楽しく待ちたいっていうのがあるんで、まあ皆さんもですねぜひぜひ、気軽な感じ で、まあ、予想してもらって、はい、1回だけよ、2回でも3回はダメよ、1回だけね、何の選手左上に来るか予想してもらえればなという感じで、まあ、今週はね本当どうなるか読めないんで、クラブセレクション3つとかの場合はトップレアが、ね、3つこう出てきちゃうことになるんで、そうですね、まあ、そのうちどれか当たってれば、まあ、その抽選ね、その中から選ぶみたいな感じにはしとこうかなと思うんですけど、はい、まあ、楽しくね予想できればということで、ぜひぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。さよなら。ボー。